東京マーケットワイド、今日はこの時間にクリック365マーケット情報をお伝えします。クリック365プラザの東京金融取引所、増田健さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。東京金融取引所の増田でございます。本日はクリック株365の概要と特徴についてお伝えいたします。はい、こちらですね、クリック株365現在の価格を確認してみましょう。現在、クリック株365日経平均、こちらはですね14,929円、その他、FTSE は6827円で、推移しております。はい、こちらでですね、クリック株365、どのような商品かと申し上げますとですね、東京金融取引所をですね、上場しております新しい画期的な株の市場でございます。こちらはですね、日経平均の先物、こちらと日経平均連動型の投資信託や ETF、それと同じようなですね、身近な日経平均日経225をですね、対象といたしました。これまでにない画期的な有価証券デリバティブ商品となります。はい、こちらですね、クリック株365一体どんな商品なのと簡単に、図でもって説明いたしますと、画面左側にございます日経平均の先物、短期的にですね、株価を頻繁にですね多く商いするようなフロータイプのお客様、こちら日経平均の先物のお客様に多く見られるタイプですけれども、こちらとですね、こちら画面の右側にございます ETF 投資信託、比較的ですね配当を受け取りながらですね、じっくりじっくり値上がりを待つと、こういったじっくり投資のですねストックタイプのお客様、こちらの両方のですねいいとこ取りのような特性を持った商品市場となります。はい、こちらですね、かつてない5つのワンダフルという、画期的な特徴が5つございます。こちら順を追って説明していきましょう。1つ目、配当あり。こちらはですね、現物と株と同じようにですね配当を受け取ることができます。2番目、海外株価指数も円建てとあります。こちらはですね、現在日経平均以外にですねドイツの DAX、 イギリスの FTSE100、 それと中国の FTSE 中国25と3つの海外株価指数がございますけれども、こちらがすべて円建てで、取引ができます。こちらも後ほど詳しく説明していきましょう。3番目ですね、レバレッジ取引。こちらはですね、現在証拠金1枚54,000円、日経平均を購入するためにはですね必要ですけれども、54,000円でもってですね日経平均140万円程度のレバレッジを動かすことができますので、大体レバレッジ倍率としましては28倍、30倍前後のですねレバレッジまで最大30倍までですねかけることが可能です。それと4番目、ほぼ24時間取引、祝日も。こちらですね、ほぼ24時間取引、日経平均であればですねほぼ24時間の取引が可能です。祝日、いわゆる国民の祝日ですね、文化の日とか勤労感謝の日とか、こういった祝日もですねほぼ24時間の取引が可能です。それと5番目ですね、決済期限なし。こちらはですね、通常の先物取引、とは異なります。決済期限ありませんのでですね、例えばですね、今年、2月に購入してですね、先物ですと3月、6月、9月、12月、で決済期限到来しますけれども、こちらの商品の場合はですね、こちらロールオーバーせずにですね、1年でも2年でもですね決済することなく、長期保有をして配当を受け取り続けるということも可能でございます。はい、そして最初に、ご説明いたしましたワンダフル1番目、配当あり、こちらについてご説明させていただきます。いわばですね、買いポジションを持っている方はですね、売り方から、こちら表の下の方を、ご覧いただけると分かる通りですね、売り方から、配当を受け取ります。その代わり、売り方にですね金利相当額を支払うと、こういった形になります。逆にですね、売り方はですね、買い方に配当相当額を支払う代わりに買い方から金利相当額を受け取ると、こういった形になります。はい、こちらがですね金利配当相当額の実績値になります。昨年1年間2013年の1月から12月までですね12ヶ月間1年間のですね配当と金利相当額の実績値になります。一番上、日経平均日経225、赤い字で示されております通り、1月には配当相当額は72円、2月に839円、3月に8959円と、まあ、3月と9月にですね、まあ、日本の株というのはですね、大体3月と9月の決算企業が非常に多くございます。そのためですね配当を多くいただけているという形になりますけれども、こちら1年間合計いたしますと 21,606 円の配当が支払われているということになります。
それとその下にですね、青い数字で書いてございます通り、1月33円、2月33円と、こちらは金利になります。大体1日で金利が1円ないしは2円程度の金利が発生しているということになります。こちら配当と金利をですね、差し引きますと、買い方はですね、大体1年間で2万1000円ちょっとのですね、配当を受け取ることができています。こちら現在日経平均がですね、145万円程度全部でかかってますので、145万円に対して2万1000円程度のですね、配当を受け取れるということで、大体配当利回りとしては 1.5% 前後のですね、配当利回りが受け取れます。その下ですね、 DAX と FTSE、 DAX の場合は配当金がですね、織り込まれた指数になってますので、配当金は入りません。その代わりですね、配当がそのまま載せられていきますので、指数が上がる、動かなくてもですね、配当が載せられているという形になりますので、大体年間で 3% 前後のですね、配当が載せられているという計算になります。その下の FTSE ですね、 FTSE は現在指数がですね、6600ポイントということは66万円に対しましてですね、配当が2万3000円ちょっと受け取れてますので、大体、配当利回りは 3.5%、 円建てで 3.5% ですから、通常の金利と直し、比較しましても非常に、大きい、配当利回りが得られるということになります。こちら円建てですので、為替が円高になろうがですね、円安になろうが全く配当、為替の方のレートを気にすることなく取引がしていただけます。はい、続いてですね、2番目、日経平均のほか海外株価指数も円建て、とございます。こちら例えばダックス、ドイツのダックス株を取引する場合ですね、ダックスが6000ポイントであれば、単純にですね、100をかけた金額ですので60万円となります。その下、それがですね、7000ポイント値上がりしますと、60万円が70万円に、利益が10万円の利益が受け取れると、こういったことになります。こちら為替がですね、円高が進行しまして、仮にですね、通常ですと為替が円高にぶれた場合ですね、値上がり益よりもですね、為替差損が大きくなったとか、こういうことはございません。円建てですので、こちらドイツのダックス、イギリスの FTSE100、それと中国株ですね、こちら為替レートに関係なく指数の値上がり値下がりでもってですね、損益が計算できると、こういった商品になります。はい、続いてですね、3番目、レバレッジ取引ですね。こちら現在日経平均でありますと5万4000円、こちらは1週間単位で見直しとなります。昨日3月3日ですね、日経平均141万4513円で取引終了してますので、145万円といたしますと、だいたい最大レバレッジが27倍程度をかけることまで可能です。他の指数はですね、まあ、だいたい30倍から50倍程度の最大レバレッジをかけることが可能となっています。はい、こちら続いてですね、ほぼ24時間取引が可能と、ございます。通常の一番上、現物株取引、東京証券取引所の現物株の取引時間に比べましてもですね、一番下4番目ですね、赤い矢印で書いておりますクリック株365の場合ですね、日経平均の場合はほぼ24時間、朝の8時半からですね、翌朝の6時まで取引できますので、いつ何時でもですね、損益の習得機会を逃すことないことが可能です。はい、続いてこちら簡単にまとめてみました。クリック株365とですね、日経平均の先物、それと ETF の表です。こちら見てもお分かりの通りですね、クリック株365の場合はですね、配当が授受できます。それと祝日の取引も可能です。それとロールオーバーの必要がございませんので、決済期限を気にすることなくですね、長期保有をすることも可能です。それと夜間の取引ですね、翌朝の6時まで、取引できますので、日経平均の先物と比べましてもですね、長期間取引が可能できる、できるというメリットがございます。はい、続いてですね、日経平均の先物との比較です。クリック株365が左側、右側がですね、日経225のミニの先物でございます。こちら大きく異なる点です。上から2番目、取引期限がございません。先物の場合は実質3ヶ月の取引期限となります。それと金利配当相当額の受け払いがございます。先物取引の場合は配当を受け取ることはできませんけれども、私どものクリック株365の場合はですね、配当の受け取る、を受け取ることが可能です。それと取引時間ですね、大商さんの日経平均の先物に比べましてですね、ずいぶん長く取引できます。こういった優位性もございます。それといわゆる国民の祝日、1月1日の元日を除くですね、国民の祝日もほぼ24時間の取引ができます。それと下から2つ目ですね、呼び値単位が1円刻みになってます。日経平均の先物の場合はですね、5円刻みですけれども、私どものクリック株365の場合は1円刻みで取引が可能です。はい、こちら上場来のですね、証拠金残高と口座数の推移となります。
先月末2月28日終了時点で口座数は3万3000口座を超えてます。証拠金残高が205億円、こちらですね、昨日現在でですね、だいたいほぼ207億円前後までですね、証拠金が積み上がっております。順調に右肩上がりの成長を続けております。はい、続いてですね、上場来の月間取引枚数、それと個人の縦玉の推移です。こちら上場3周年、迎えましたけれども、個人の縦玉ですね、赤い、グラフ見て分かりの通りですね、順調に右肩上がりに積み上がっておりましてですね、先月末の時点でですね、縦玉残高がですね、だいたい20万2933枚とございます。時価総額に直しますとだいたい3000億円ちょっとのですね、巨大な市場となっております。それとですね、市場の取引数量、こちらは青い、棒グラフでございますけれども、昨年5月にですね、相場が乱高下した部分非常に大きく取引されてますけれども、それを除いてもですね、過去と比べましても順調に、株365クリック株365のですね、取引が活発化してきているというのが見て取れると思います。はい、こちら最後にですね、クリック株365の取扱会社です。現在クリック株365取扱いできる取引参加者さんがですね、全部で8社ございます。54順で並べておりますけれども、こちらですね、各社ともいろいろなサービス提供しております。各社のホームページ見てですね、いろんな工夫も行っておりますので、メリットも多数ございます。各社いろいろな特色出してますので、こちらご検討していただければと思います。それと私どもクリック株365のですね、ホームページでですね、現在縦玉情報を開示しております。ホームページクリック株365と叩いていただきましてですね、画面のところに縦玉情報をですね、毎週更新しております。こちらでですね、通常の株取引と同じようにですね、現在投資家がですね、株がポジションがですね、買い方が多いのか売り方が多いのかと、こういったものを無料で公開しております。その他ですね、ウィークリーレポート等もですね、私どものホームページで公開しておりますのでですね、また一つですね、こちらご興味あれば覗いていただければと思います。はい、以上東京金融取引所から私増田がお届けいたしました。午後の値幅が70円ほどに拡大しましたかね。そうです、はい、そばいて全体の値幅は全場の値幅の範囲ですからね。始まって8分ですね、はい、日経平均株価は207円4銭高14,928円52銭、先物は90円高の14,940円です。